多様化がもてはやされる今日、新聞の多様化の実例ですか。愉快な皮肉屋。の下に敷いたり、立憲民主党より使えるんですとも言っている。とにかく見かけの発行部数堅持のための涙ぐましい押し紙は資源の無駄遣いだと思う。お聞きいただき感謝申し上げます。